こんにちは、Rです。スプラトゥーン技上手団の団長、Rでございます。今日もですね、元気よく、華麗に、いただいている噂を調べてまいりましょう。今日いただいているネタはですね、この試し打ち上でできるネタでございます。こちらです。じゃじゃん。コーンコーンさん、ありがとうございます。Rさん、小ネタです。試し打ち上で、ビーコンを置いて、そこに飛びながらスーパー着地してください。ビーコンが消えません。調査お願いします。ということなんですね。OK。じゃあ、試し打ち上ですね。行ってみましょう。はい、来ました。とのことなので、ただね、このネタたまにいただくんですけれども、僕が思うに、確かね、ビーコンってアップデートで、2回飛ばんと壊れんくなったっていうのがあったと思ったんですよ。多分それじゃないかなって思うんですよね。なので、例えば、今ビーコンあそこありますよね。で、こう飛びます。これ着地はしませんね。にゃん。あ、壊れた。あれ？ねねね。いや、ここに置いてスーパー着地だと壊れないの？え？私が、間違っていた。よくあるけど。行くよ行くよ行くよ。これじゃあ、発動時から、シャッテーン！うわぁ、ほんとだー。うわぁ。いやーいや僕がずっとこれ、わあ、そうか、いろんな人にもらってたんですけど、にゃー、悪いことしたな。いや、僕アップデートで壊れんくなったってもう勘違いしてて、思い込みしてて、これ、あ、間違えた。違うんじゃないかなって思ってたんですけど、ごめんなさい、そうですね、消えないですね。マジンガー？もう一回。2回ちょっと着地しましょう。あそこに、じゃあこの、垂直落下型は？垂直落下型。消えてない。え？これは、スパッタリの方がたまるか。あそこに、今あそこにありますからね。よし。2回目。2回目は垂直落下型で思いっきりぶち壊しに行きましょう。ねいや、あ、壊れた。あれ ?2 回目は壊れるのか。へえ。いやでもスーパー、普通の着地せずにだったら壊れたもんね、一発目で。これじゃないな。普通の着地だと、着地じゃない、普通のジャンプだと、一回で壊れるもんね。着地は一発耐えるんだ。え？なぜに？これは、今までコメントいただいてた方に申し訳ないことしたな。いやー、ソーリー。許してくれるかな？ソーリーで。ソーリー。ちょっともう一回やりましょう、もう一回。しかもそのスーパー着地でイカちゃん、このバルーンたちを壊しましょう。こう真ん中ポンって置いて、着地の武器に切り替え、シュンシュン。いきますよ。いくよ！ 1 回目は壊れないぞ。ダメか。ダメだ。壊れてない。丈夫になったんだ。おやにゃにゃにゃ、ビーコンの真似しよう。おいーん。いや、今までコメントもらってた人、このビーコンの真似に免じて許してください。ごめんねー。いやはは。似てるね。色もそっくりだ。っていう感じでいいかな。すいません。うわ、ほんとじゃ、これ。ちょっと、そうか、僕、あれだな。はい。なんだオッケー、ありがとうございます。噂は本当でしたね。ちょっと、これ、僕、コメントで、結構噂今もいただくんですけれども、勝手な思い込みで調査してないものとかがあるんですよ。それは違うんじゃないかなとか、それはアップデートの影響なんじゃないかなとか。うわー、そういうのちょっと見直さんといけんな。やばいやば、いっぱいあるけ、ちょっと調べてみましょう。ありがとうございます。スプラトゥーン噂調査団ではですね、今後も小ネタを募集します。で、2018年で入団っていうのは終わってしまって、そこの時にもお伝えしたんですけれども、すいません、この、コメントのね、もらった順番とかっていうのもちょっと配慮できなくなってしまいました。申し訳ないです。昔もらってた、出してたのにとかっていうね、コメントボタンにいただくんですよ。それは本当に申し訳ないですね。で、今回みたいに、このね、ネタも何個かもらってて、僕が勝手に、それはアップデートの影響だろうって思い込んでしまってたせいで、昔コメントもらってた人が調査できてない状態なんですが、ごめんちゃい。許してちょーまげー。ごめんねー。じゃあねー。はい、ビーコンに関しまして、一つの答えが出たので、それを発表しようとします。発表しようと思います。発表はい、今回のネタですね、編集中にあることに気づいて、いろいろ試してみたら、解決できたので、それを発表しようと思います。まず、そのビーコンでスーパー着地じゃな、壊れないっていうことだったんですけれども、さっきの動画見てもらったらわかるように、2回目のスーパー着地では壊れてるんですよね。そこがちょっとミソでした。まずビーコンなんですけれども、これアップデートで、1回強化されましたよね。自分が飛んだ時は1回で壊れるけど、仲間が飛んだ時は1回耐えるようになりました。なんで仲間が2回飛んできたら壊れますよっていう状態なんですね。そして、もう一つヒントがあって、サブがビーコンでスペシャルがスーパー着地の武器ってないんですよ。そこだったんですよね。どういうことかと言いますと、まずこのビーコン、今、このスパッタリですかね。スパッタリで出したんで、僕がこのスパッタリに飛ぶと、消えます。じゃりーん。これは自分で出したビーコンに1回飛んだっていうカウントになってるから消えます。そして、例えば武器を変えます。ね。で、その状態で飛びます。そうすると1回目では壊れなくて、2回目で壊れます。これが何を表しているかというと、武器が変わったので、ビーコンを出したイカちゃんじゃない。まあ、タコちゃんだけどね。ビーコンを出したイカタコじゃないので、仲間が飛んだっていう風にカウントになってると思うんですよ。なので、1回目は耐える。で、2回目に壊れる。っていう感じなんですよね。アップデートの仕様。なので、ポイって置いて、あらら。置きます。で、武器を変えたら、仲間が飛んだよってなるんですよね。なので、その時にスーパー着地で、多分皆さんやってたんじゃないですかね。そうしたら、壊れなかったんで、あ、スーパー着地だと壊れないんだっていう風に思ってくださった方がコメントをくれたと思います。実はその現状は実はね、スーパー着地じゃなくて、武器を変えたら、1回目は壊れない。2回目に、壊れる。これが答えでした。でね、その、スーパー着地とサブが一緒になってる武器がないので、サブを、じゃないや、ビーコンを置いたら、スーパー着地するためには武器を変えないといけないんですよね。で、武器を変えてるんで、1回は耐えるビーコンになってる。そこで、スーパー着地しても壊れないっていう。ねえ、なるほどね。いや、これ、解決した時はもう、嬉しかった。いやー、よかった。これが真実ですね。オッケー。やっぱり、ビーコンのアップデートの影響は受けてるんですけれども、ね、そういうことがありましたね。なるほど、なるほど。よし、じゃあ、また見てやってくださいね。じゃあねー、バイバーイ。雨だよー。梅雨です。